久しぶりのバトンパスです。奈良市の選手権以来です。東日本実業団の約1週間前ぐらいです。出していこう。お願いします。さあ46秒5からのバトンパスです。さあリレーメンバーへのアピールなるでしょうか。はい意外と上手い。さあぶち抜けだけだ。下げだ。ぶち抜け。俺らぶち抜け。俺ら。いいよ。いいよ。顔がいい。ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。練習 Vlog ということで見てください皆さん。トドロキ競技場です。トドロキ？トドロキ？川崎？ということでこの競技場をまず自分の足で踏むのは初めてで、カンカレか前カレかの補助員ぐらいでしか足を踏み入れたことがなかったので、結構思い出の競技場になってて、っていうのが僕とヨシキが TKD プロジェクトを初めてのロケ地、この競技場、トドロキ競技場のゴールデングランプリ、まあご存知の方は多いと思いますけど、御嶽の取材動画を撮ったところから始まった競技場なので、とても思い出深い競技場になってる。感動しています。今回アクセルの練習会なんでですけれども、アクセルをサポートしてくださっている企業様のご縁がありまして、ほぼ貸し切り状態で練習させていただいている状態なんですけれども、すごい質の高い練習の中で混ぜてもらうのはやっぱり刺激されますし、いつも現実を思い知らされる練習会になってます。やっぱ自分一人でやってると他者との比較がないので、本当に自分が速いのか遅いのか分かんないんですけれども、今日は詳しい話をすると、昨日お兄さんたちと練習させてもらって208本した後にがっつりウェイトもやって、ちょっとみっちり3時間練習した後の今日なので、まあちょっと動けるかなって心配だったんですけれども、まあ、最低限は動けたかなと思います。これからアクセルが東日本実業団に向けて頑張っていく最中なんですけれども、でもちょっとピリピリした空気でとても身の引き締まる練習会でした。僕もチームの雰囲気を壊さないようにサポートできるようにという形で練習参加させていただいたという形になります。ということで今日は80m のトライアルとプラス3プラ1の、僕はちょっとその間の200だけやらせていただきました。200のタイムがタッチダウンで2秒中盤だと思います。2秒中盤から2秒後半が良くもないけど悪くもないかなって感じです。大西団長が教えている選手ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか調子は。不調です東日本でもね、頑張ってね。あ、手伝います。皆さんもね、プロキで走るのって多分神奈川の選手か、それか本当グランプリ出るような選手しか、本当この競技場で練習できたのは本当に嬉しく思います。また次多分ここに来るときは観戦になってしまうかもしれないんですけれども、まだ試合が決まってない状態なので、試合が決まる前にまずやっぱり草野先生から教えていただいたタイムを測れるやつ、ほぼ正式にタイムを測れるやつで一応 100m のトライアルしてからちょっとまた競技会に出ていきたいなと思います。ちょっともう5月頭にやってきて、またスピードとかも上がってくると思うんで、引き締めてやっていきたいと思います。大西団長です。大西団長とも今日久しぶりに走ったんですが、タッチダウンで22秒3で通過しててボコされました。いつかチャンネルでも大西団長と戦って 200m 勝ちたいところです。ダッシュで行こうぜ。で、細かなことは夜今日9時から先生のところに載せるので、草野って話した、フェリーセリー東京夜、ね、5時ぐらいかな、朝の走って7時ぐらいだったかな、板花ぐらいになるんで、ぜひ中継もあるんで、宮崎のワールドゲートライアルから始まって、出雲行ったり、静岡行って小田行ったりというところで、かなり、アクセルのスプリントがグランプリにエントリーできるようなチームになりました。なので、出てる選手は確かに少ないと限る選手かもしれないけど、その同じチームの一員だというところで、プライドを持って、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。